エクリプスディープラーニング 4J は Java および Java 仮想マシンオープンソースのディープラーニングライブラリーで多くのディープラーニングアルゴリズムをサポートする計算フレームワークである。ディープラーニング 4J には制限付きボルツマンマシン、ディープビジーフネット、ディープオートエンコーダー、積層雑音除去、オートエンコーダー、再起型ニューラルテンソルネットワーク、ワード2ベック、ドック2ベック、 グラブなどが実装されている。これらのアルゴリズムはすべてエデュプやスパークと統合可能な分散型の並列バージョンを含んでいる。ディープラーニング 4J はスタートアップのスコヨーマインド社が商用サポートを行っていた。2020年よりディープラーニング 4J のサポートはスコヨーマインド社の子会社であるコンダイット社に引き継がれた。 ディープラーニング 4J は一般に広く使用されているプログラミング言語の Java を使用しているが、クロージャーとも互換性がありスカーラの API を含んでいる。そのライブラリー内にある数値、計算オープンソースライブラリーである ND4J を使用しており、CPU と GPU のどちらでも動作する。ディープラーニング 4J はアダム・ギブソンの率いるサンフランシスコの機械。 学習グループによって主に開発されたオープンソースのプロジェクトである。ディープラーニング 4j は Google のワードベックページにリストされた唯一の Java で実装されたオープンソースのプロジェクトである。ディープラーニング 4j は数多くの商業的、学術的アプリケーションに使用されている。コードは GitHub、サポートフォーラムは GitHub にある。フレームワークは コンポーザブルであり、浅いネットワークである制限付きボルツマンマシン、畳み込みネットワーク、オートエンコーダー、再起ネットワークなどのニューラルネットワークを組み合わせて、様々な種類のディープネットワークを作ることができる。ディープラーニング 4J の訓練は、クラスタで行われる。ニューラルネットは、エデュプ、ヤーおよびスパークで使用できるイーターティブリデュースを経由して同時に訓練を受ける。また、 ディープラーニング 4j は、クーダのカーネルに統合し、GPU の演算を行うことができ、分散型 GPU にも対応している。ディープラーニング 4j は、Python にナンパイが提供する機能のように、ND4j を使った Java やスカー a で計算できる、N 字配列クラスを含んでいる。ND4j は、プロダクション環境における、線的台数よびマトリクス操作のライブラリーに、 基づいている。ダテベックは、エデュープがマプリデュースを使用するように、入力、出力フォーマットシステムを使って、様々なファイルフォーマット及びデータタイプをベクトル化する。ダテベックは、CSV ファイル、画像、音声、テキスト、ビデオ、時系列データをベクトル化するように設計されている。ディープラーニング 4J は、ベクトル空間モデルびトピックモデルのツールキットを、 含み、Java に実装され、パフォーマンス向上のために並列 GPU を統合している。特に大量のテキスト処理が行えることを目的として作成された。Deep Learning 4J は TF、i d f Deep Learning、m i c r o e の w o r d 2ッ e c ルゴリズム、d o c k 2ッ e c を実装している。グラブも再度実装され、最適化されている。ワードクラウドの視覚化には、 t s ス n を使うことができる。バージョン1.0、0タ4からは、バートによる学習モデルの利用も可能となった。実際にディープラーニング 4j が使用されている分野には、金融部門における不正の検知、製造業などでの異常検知、電子商取引や広告のレコメンダーシステム、画像認識などがある。ラピードマイナーやプレディクション、イオなど。 その他の機械学習プラットフォームも統合している。ありがとうございます。